カイル・アンダーソンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークシティ出身、ニュージャージー州ノースバーゲン育ちのバスケットボール選手。通常ポジションは、スモールフォワードだが、ポイントガードも熟す、ポイントフォワードとしてのユーティリティプレイヤー。身長206センチメートル、体重107キログラム。NBA のメンフィスグリーズリーズに所属している。ニューヨークで生まれ、 ニュージャージーで育ったアンダーソンは、父親がハイスクールで長年バスケットボールのコーチをしていたこともあり、3歳で初めてバスケットボールキャンプに参加した。父親はアンダーソンが幼少から大きかったにもかかわらず、ポイントガードとして育ってほしいと考え、彼を年齢が高く大きいプレイヤーとのプレーに参加させ、パス能力の向上の後押しをした。パターソンカソリックハイスクールでは、 身長があったためポイントガードの能力があったにも、かかわらずポストプレイヤーを務めたが、セントアンソニーハイスクールに転校して、本来の総合的な能力を発揮し、2011、2012年とニュージャージーのチャンピオンとなり、マクダナルズオールアメリカン、パレードなど、ハイスクールオールスターにも選ばれ、トッププレイヤーの一人となった。 パシフィック12カンファレンス対オレゴン戦でのダンク2012年から2014年までカリフォルニア大学ロサンゼルス校で2シーズンプレーし71試合に出場し平均12.2得点8.7リバウンド5.0アシストフィールドゴール成功 45.2%3 ポイント37.5%の記録を残した2014年 オールパシフィック12カンファレンスファーストチームに選出された。カレッジ成績サイアントニオスパーズ2014年6月26日、NBA ドラフト1巡目30位でサイアントニオスパーズに指名された。20位台での指名が予想されていたが、自らのプレースタイルに最もマッチしているスパーズに指名されたことを上位指名以上に喜んだ。2014-15シーズンは、 2014年11月6日のロケッツ戦で初出場を果たし4得点8リバウンド4アシストにスティールの記録を残した。初スターター出場は同年12月11日のネッツ戦で9得点5リバウンド3アシストにスティールを記録した。ルーキーシーズンはたびたび D リーグのオースティンスパーズに加わり実戦経験を積み2月9日に 週刊優秀選手に選ばれ2月の月刊優秀選手に選ばれた。2015年のサマーリーグでは校長を維持しチームの勝利にも貢献しラスベガスにおいてサマーリーグを制し MVP に選出された。2015-16シーズンは開幕戦から10人目のローテーションとして出場し10月30日にスパーズは2016-17シーズン契約の チームオプションを行使し、契約が延長された。72試合、うち14試合に、スターターとして出場したが目立った成績を残すことは、できなかった。2017-18シーズンは、カワイ・レナードが大大金の損傷で、長期離脱したことに伴い開幕戦から、スターターとして出場を続け、出場時間を得て、スティールでリーグ18位となる115を記録し、 ディフェンス能力の成長を見せ、アシストも202を記録し、ユーティリティプレイヤーらしさを発揮した。2018年1月30日、ホームでのデンバーナゲッツ戦で、キャリアハイとなる18得点を挙げ、さらに4リバウンド5アシストにブロック1スティールを記録し、勝利に貢献した。メンフィスグリズリーズ2017-18、シーズン終了後に制限付きフリーエージェントとなり、 2018年7月6日、メンフィスグリズリーズから4年、3720万ドルのオファーを得て7月9日、スパーズがこれにマッチすることを放棄したため、グリズリーズへの移籍が決まった。スピードを抑えた、ゆったりと落ち着いた動きから、スローモーの相性を持つ。体育からは、スモールフォワードに区分されるが、パワーフォワードレベルのリバウンド力と、ポイントガードレベルのパス能力を持つ。 ユーティリティプレイヤーでボリスディアウト比較される。スピードを抑えた、ゆったりと落ち着いた動きからスローモーの相性を持つ。ありがとうございます。